リカルド・ガブリエル・アルバレスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。リーガー X ・イム・エックス、CF ・アトラス所属。ポジションはミッドフィールダー。トップ下が本職であるが、ウィングやセントラルハーフとしてもプレーできる。ユニフォームネームは、愛称の、リッキー。リッキー・アルバレスと称されることが多い。ボカ・ジュニアーズのユースを経て、2008年に、CA、 ベレス・サルス・フィエルドとプロ契約を結んだ。2009年5月31日に CA ひむな試合、エスグリまで不偶戦に途中出場し、デビューを果たしたものの、膝十字人体の怪我に苦しみ、このシーズンはこの1試合の出場のみに終わった。翌シーズンから出場機会が大きく増加し26試合に出場。2010年4月30日のアウェーでの CA。 リーベルプレート戦で初得点を記録した。2011年に入ると才能が開花。中盤の複数のポジションをこなし、チームのクラウスウラ優勝に貢献した。2011年夏の移籍市場ではヨーロッパのクラブが争奪戦を展開。一時は AS、ローマやアーセナル FC との移籍合意が報道されたが、最終的にはインテルへ移籍金。 総額1180万ユーロ5年契約で移籍した。2011年8月6日、北京で行われたスーペルコッパイタリアーノで先発出場し、インテルの一員として公式戦デビュー。11月22日に行われたチャンピオンズリーグのトラブゾンスポル戦でインテルでの初ゴールを決め、チームをベスト16に導いた。当初はイタリアのサッカーへの適応に苦労したが、 リーグ戦21試合に出場した。2012から13シーズンは内視鏡による膝の洗浄手術を受けたこともあり、開幕には間に合わなかったが、9月16日のトリノ戦で復帰すると後半開始からピッチに立った。2014年9月1日、サンダーランド AFCA1 年間のレンタル移籍が決定。 レンタル料は100万ユーロで、プレミアリーグに残留した場合にのみ1100万ユーロでの買取義務が付けられていた。サンダーランドはシーズンを16位で終え残留したため、契約通りならば完全移籍するはずであったが、サンダーランド側は怪我の影響から満足に、活躍できなかったことを理由に買取を拒否し、契約を放棄。移籍金の支払いに関しては、FIFA の最低待ちとなっている。 2016年1月4日、UC サンプドリアへの加入が決定。2018年7月11日、サンプドリアとの契約を解除。同時に CF アトラスへの加入が発表された。2011年8月18日、アルゼンチン代表に初招集される。9月2日のベネズエラとの親善試合に先発出場し、A 代表デビューを飾った。 2014年6月7日のスロベニアとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。